今夜行われる YBC ルヴァンカップのため鳥取入りしたガイナーレ鳥取の対戦相手、浦和レッズのサポーター。空港の到着口では鳥取県の職員が浦和サポーターを歓迎しました。今回浦和レッズのサポーターの皆様がたくさん来られるということで、鳥取県を少しでも楽しんでいただきたいと思いまして、今回おもてなしとしてこういったことをさせていただきました。これまでのルヴァンカップは J1 クラブのみの参加でしたが、リーグ全体の価値向上を目指し、今大会から新しい方式となり、 J3 までの全てのクラブが参戦。試合会場は下位リーグのクラブのホームで行われるということで、今回浦和レッズが鳥取にやってくることになりました。地方にも結構遠征したりするんですか？ほぼ行ってますね。僕はもう本当にもうカードが決まって発表された段階で取ったので、その後みんな取れないって言ってたんでちょっとびっくりしました。今回の鳥取に来たのは何回ですか？初めてです。一応鳥取砂丘には明日行きたいなとは思っているので、天気が良くなればいいなと。やっぱ浦和レッズサポーターなんで、浦和レッズ完全勝利で。初めて鳥取市のホームに J1 クラブを迎えるガイナーレ鳥取。ルヴァンカップファーストラウンド、ガイナーレ鳥取対浦和レッズの試合は鳥取市のアクシスバードスタジアムで、この後午後7時半にキックオフです。